得点は 8.40 に終わっています。さあ日本のエース登場です。篠田、東京の三方市立第三中学の3年生。三鷹三中といいますと全中大会でも3連覇を達成しました。全日本史上最年少で優勝、7月の NHK 杯もチャンピオン、ロッテルダムの世界選手権、日本のエースとしての活躍が期待されます。篠田の段違い平行棒、なお先ほどの真田は 8.85 でした。落下が響きました。篠田はどうか、トカチク1回、非常に高さがありましたね。イエーガー、さあフィニッシュをまとめれば高得点が期待できます。屈伸の2回宙返り寄り、非常にいい出来でしたね。篠田選手の特徴はもう思いっきりやるっていうところですね。ですからいつ落ちるんじゃないかって心配あるんですけども、成功するとですね、それがかえってそのダイナミックさにつながってですね、はい、高得点につながっているわけなんですけど、得点は 9.60、 ご覧のように発表されました。高得点が出ました。さあ続いて段違い平行棒の隣で行われております